えともう一つお話です。あのえー、と今日一日こうチャット GPT 相手にしてもながら、あれこれコンピューターいくったんですけれども、えー、とその間にレンジと流れ族であの、これオーディオブックみたいな感じで聞きながらやってました。えー、とすごく面白い内容だったので、あのご紹介です。それ結構前、20年ぐらい前の著作だとかって聞いたけど、どっかで。 ニール・ドナルド・ウォルシュって方の,あの有名な本らしいですがこの方がルンさんって方が、えー、と女性の方なんですけれども朗読してくれてるんで非常にあ,のありがたいなと思って流れ族で聞きながらやったんですけれども、えー、非常に深い深い内容でなんか神様と人間との対話形式で書かれててね、えー、非常に深いものがあるな現在の あのスピリチュアルとか言われてるものの元祖みたいなとこあんのかな、えー、いろいろとこうああなるほどねみたいな納得するところがあってこの間あれの話とも通じるんですが「煩悩」っていう話があったじゃないですかで仏教では「煩悩はよろしくないこと」ってことでこれを捨て去るんだっていうんですけどもあの 以前ご紹介したあの和尚様は「いや煩悩」っていうのを生かしなさいっていうつまりその「煩悩」は悪いことではなくて、えー、っていう風な話でねな,なぜそのその宗教というのが「えー、その煩悩」はよろしくないっていうのかっていうのはそれを利用して、えー、その宗教 にあの加担させるためにそういうふうな話に持ってき方してるみたいなのをおっしゃってましたけども、えー、このお話の中にも似たような話が出てきて、あのーまあ、キリスト教みたいないわゆるその宗教というものが、えー、と罰だとか地獄だとかあーそういったものをこう言うわけですよねでその行いをやってるるととに落ちるぞとかね。 こ、えー、んなことやってるから人間にバスを与えたんだとかっていうんだけどもこの「神との対話」の中にはそんな話は一切出てこないっていうかむしろそれを批判するような話が出てくるんですよ。「神はそんなバスなんて絶対与えないよ」とかね、えーこ「こうすべきである」とか「これが正しい」なんてことも言わないよとかね、えー、非常に面白い内容ですね。一番あのこう記憶に残ったのは、ねあの 神様にお願いをするって言うんだけど、えっ、ー、とこれをね、こう何々してくださいお願いしますみたいなこ、これは違うんだね。神様は人間によってコントロールできないと、かうん神様はえと、ー、いう人は人間が望みていることを叶えてあげたいと思うんだけれども、そのなんですかね。 えー、そのお願いしてる人が「あの神野さんお願いします」って言っちゃってる時点でその欠乏してるってことがあってそれがその人間の願いなのかって思って結ますます欠乏させてしまうとかっていう、えー、みたいな話で出てきて斎藤ひとりさんの話とも通じるところですね。 えー、あの斉藤ひとりさんがね神社なんかよくあの方言われるみたいなんですけれども神様へのお願いの仕方っていうのはお,お願いをするんじゃなくて神様には、えー、と報告感謝を伝えに行くんだっていうおっしゃっててその話しても非常に通ずるんですよ元祖はこいつの人なのかなあの、えー、と神様ってどんな願いでも人間の願いというのは生きてくれるんだそうでしてでそうするとその えっと、こうありたいと思えば力を必ず貸してくださるとでそのことに対して「あおかげさまでうまくいきました」っていうあの報告ありがとうございましたっていうのが神様へその神社なんかでね、えー、お参りして、えー、その時の、えー、正しいやり方なんだよってサ藤ひとりさんの,あの話の中で聞いたんだけど同じような話が出てくるんですよね。 つまり人間にはそのものすごい凄まじい強力な想像力あのクリエーションの力があるんだからあのできないことはないのでできないことはないので,で神様は絶対力を貸してくるんでできるのですよできるのですよ疑ってはいけませんよ神は嘘をつきませんよみたいなそんな話が出てきて面白いなと思いながら聞いておりました。 あーなんつかこう不思議な気持ちでまた爽やかになるようなお話ですね。うん、その自分の中に内在するパワーに気がついてそれを100%発揮するってことなんだと思うんですよね。えー、人間ってのはかゆきものなのかいやそんなことないだってあの神様は人間を神様の。 似せて作っているわけだから、えー、人間には非常に大きなパワーがあるはずで想像力があるはずなんだからあの望みは必ず叶うんだよみたいなねいお話であの <laughs> えっと、えー、あのリク先やってやっときますんでこれ1011 1からなんか随分長いんですね、えー、ずっと聞いてましたけれどもえー、面白いんでおすすめです。